こんばんは、元男の子の青木かのんです。タイトルとサムネにある通り、この青木ついに整形しました。写真整形の話はですね、化粧しながら話していきます。どこお前整形したんだって感じでしょ。でも私のことをすごい好きな人だったらもう一発でわかると思う。あの渡るくんがね、会った第一声で、あれなんか顔違くねみたいなことを言ってくれたんですよ。だからすごい嬉しかったんですけども、13万かかったんですよ。で、内訳としては2箇所やったんですね。1箇所が4万円で、もう1箇所が9万円でございます。早速ですね、どこを整形したか発表します。ここと唇。どういうことをやったかというと、ボトックス注射とヒアルロン酸注射なんですよ。私が今ここでどんな注射をしたのかっていうのを説明するよりも、比較画像を出した方が分かりやすいと思うんで、ビフォーアフターの画像どうぞ。すごくない？口元の形が全然違うんですよ。まずですね、表情のつき方、それがもう見る限りめちゃめちゃ変わってます。そもそもボトックスって何？っていう感じだと思うんで簡単に説明しますよ。ボトックスっていうのは筋肉を殺す注射なんですよ。一見めちゃめちゃ怖いじゃないですか。筋肉殺すって、打った場所の筋肉動かなくなるってことでしょ。ってまさにその通りで、私以前にもそのボトックス注射ここに打ってるんですよね。なんで打ったかっていうと、夜中歯ぎしりがひどくて、で歯ぎしりするのってここの筋肉使うじゃないですか、エラ筋みたいな。だから歯ぎしりをやめるためにここの筋肉を殺す注射をしたんですよね。それがまあボトックスなんですけども、歯ぎしりっていうか、まあ私あれなんですよね、昔出っ歯の手術をする際に神経をですね、傷つけてしまって、後遺症がそれ残ってて、それでちょっと顎に不具合が生じてボトックスやらなきゃいけないみたいな感じになったんですけども、今回はあれなんですよ、美容のためにボトックスやったんですよね。さっきの画像をもう一回見ます。さっきのやる前の画像を見せますけども、口のここのキュッて上がってません今。それが今回私がしたボトックスのこの効果なんですよ。この筋肉ってあれなんですよね、ちょっと顔の筋肉の説明画像を見せますけども、下にこう引っ張ろうとする筋肉がここにあるらしいんですよね。なのでその筋肉にブスッとこう刺すことによって、下に行こうとしてた筋肉の動きを止めてクイッてこう上がるようになるらしいんですよね。スマイルボトックスって書いてあったんですよ。これが9万円だったんですよね。結構高えなみたいな。ただこれの効き目が、まあ、長くて半年みたいな。半年で9万円でしょ。どうなんだろう、ちょっと割高なのかもしれないけども、でも笑ってないと不愛想に見えちゃう顔なんで、それでやったって感じです。いい感じ。昔からなんですけども、出っ歯だったっていう過去があったんで、歯を出さないように過ごすっていうのをやってたんですね。笑うとさ、歯が見えちゃって恥ずかしいから、ならなんかこうずっと口閉じてたの。なので笑うことあんましなかったから、ここの表情筋が弱いらしいんですよ。私出っ歯を直したけども、普段こうリラックスしてる状態の時やっぱり昔使ってなかったから、ちょっとこう口がなんかへの字みたいな感じになっちゃうんですよ。それが嫌で、力を入れてない状態でもちょっと微笑んでるように常にしたいから、ここの筋肉の動きを止めたっていう感じです。だからさ、見てくださいよこれ。でも何も力入れてないですよ。昔は多分ちょっとこう下がってたんですよね。老化で下がるんじゃなくて、先生に言われたの、いやあなた20代だから老化では全然ないけども、間違ってなかったからこういう感じなんでしょうねみたいな言われて、多分まっすぐだったんですよ私の場合。今普通に口閉じてるけど、ほらここのラインが、ここがね持ち上がってるから、渡るくんにも言われたのが、ここの幅が狭くなったって言われたんですよ。このスマイルボトックスと組み合わせた方がいいっていう施術が、そのヒアルロン酸注射なんですよね。ヒアルロン酸注射を私唇に打ったんですよ。ここにここのボトックスとヒアルロン酸のセットで13万っていう感じです。これが半年間ぐらい持つっていう。半年後また元に戻っちゃうらしいんですけど、唇の分厚さも全然違いますもんね。やっぱ口元って重要なんだな。昔全然意識してなかったけど、口元なんてどうでもいいわみたいな感じで思ってたからさ、だからアイメイクばっか頑張ってたみたいな。ほらほら何もしてないのよ。ただね、早速デメリットも生じてるんですよ。それがね、まあ、名の通りその筋肉を殺してるわけじゃないですか。だから食べ物食べるときになんかね、口から物こぼしちゃうんですよ、バレるまで。最近ないですよ。それがやべえと思って、こっから力入んないんですよ。まあ、多分徐々にまた力戻ってくると思うんですけども。あとストローでジュース飲むときになんか就寝で飲めないんですよ。普通になんか、あ、飲み物飲もうと思って吸おうとすると、でこうなっちゃうんですよ。だからもう常にもう上げることだけに重点を置いてる注射なんだなみたいな。喋ってばっかり全然化粧進まないんですけど、やっぱダメなの。二つのこと同時にできないんですよね。昔からでやばかったんだよ。ちょっと話脱線一瞬させてください。昔私野球やってたじゃないですか。でピッチャーで2アウトランナー2塁だったのね。で私ピッチャーだから投げるじゃないですか。でピッチャーゴロ来たんですよ。2アウトだからさ、ファーストに投げればさ、もうチェンジじゃないですか。なのに私なぜかバックホームしたの。やばくない？意味不明じゃないですか。で周りの
なんかチームメイトとかもみたいな、バックホーム受けたキャッチャーもえ、なんで俺投げるみたいな、みんなポカーンとしてて、静まり返ってる中、ベンチから監督のバカでかい声で投げろっていう声とともにペットボトル飛んできました。話も戻りますよ。今回のこの注射、今まで私がやってきたその性転換とか、あとホルモン注射とか、まあいろいろやってきましたよ。一番痛かった、めちゃくちゃ痛かった、こんな痛いのみたいな。まず麻酔できないんですよ。全然本当に化粧進まねえな、これ やばいな、この後予定あんのに。何が一番痛かったって、この唇に注射を刺すこと。唇って結構敏感じゃないですか、みんな神経が。ここにブス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 って、ここを M 字にするためにめちゃくちゃ痛くて、仰向けでね治療受けるんですけど もう背中がやばかった。本当に痛くて、もう常に自分の太ももこうやってめっちゃこうつねってんの。会えろで、それを5本打つわけですよ。めちゃくちゃ痛かったですね。今まで多分100本以上注射受けてきたのかな、そのホルモン注射。女の体を維持するためにホルモン注射やなきゃいけないから、ホルモン注射結構痛いの。初めて打つ人はなんかうわもう無理みたいな、そんなんもう比べ物にならなかった。注射っていうものに対してすごい免疫ついてたこの青木でさえ、あもう二度とやりたくないっていうぐらいめちゃくちゃ痛かった。口内炎を思いっきり爪でこうつねられてるみたいな。人生で一番痛かったんじゃないかな。あでも人生で一番痛かったのはあれかな、豚公園っていう中目黒の駅のすぐ横にある児童公園なんですよ。豚公園っていうのは正式名称じゃないですよ、私たち界隈の呼び方なんですけど。そこの豚公園でなんかこう上にまたがって、豚のなんかこう乗り物みたいにこうやってなんかシーソーではないけどこういう風にやるやつあるんですよ。それを友達が乗ってる目の前で私がなんかイー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 ってやつなんですよ。昔友達が思いっきりなんか立ち乗りしだして前にゴーンって行った時に、私の股間にドーンって当たったんですよ。私一瞬意識失ったんですよね。金玉クソ痛いみたいな、50キロぐらいの衝撃を金玉に食らってるんで、私痛みは相当強いですよ。相当強いけども、でもそんなこの青木でさえ耐えられなかったから、また次この注射をやるのかって思うと結構憂鬱ですけども、でもやってよかった。なんか渡るくんに褒められたのがね嬉しい。結構渡るくんってなんだろう、勘違いされやすいっていうか、誰に対しても態度を変えないんですよ。常にテンション一定みたいな。私の家に来るじゃないですか、まあ私のそのカップルの理想っていうか、ピンポーンって乗ってガチャって開けたら、あー会いたかったよみたいな感じ でそういう感じじゃないですか。でも渡るくんはピンポンガチャ、お疲れみたいな、え同僚ですかみたいな。その度にあれ私渡るくんと付き合ってるんだよなみたいな、もうそういう錯覚に陥るんですよ。そんな渡るくんがこの青木を褒めたんですよ。あれ今日顔可愛くないみたいな。喋るのやめますよ、アイライン描くのね大変ですから。見ますよ、だいぶナチュラルメイクだな今日。てかあそう、最近さなんか私の LINE を誰かが流出させてんですよ。マジでやめてほしい。私昔高知高校いたじゃないですか。高知高校出身者の人、まあそれで同じだけども、私の父親世代の人なんですよ。でその人から LINE が来たんだけど、私知らない人だから怖くて削除した。ただどんな人かちょっと気になるから、その人のタイムラインを見ました。そしたら私の野球動画のリンクとともに、俺の後輩のくんが頑張っちょるけん、みんな一緒に応援しようみたいな。え？私の昔の本名知ってんじゃんみたいな。しかもなんか分かんないところでバラされてるっていう状況。私昔の本名だけは絶対誰にもバレたくないんですよ。マジでザ男みたいな、本当にゴンザレスみたいな名前なんですよ。多分そこら辺の男の人よりはめちゃくちゃたくましい名前なんですけども、でもなぜか知ってるし、タイムラインバラされてるっていう。私にいきなり LINE 送ってきた人、どっから私の LINE 入手したか分かんないけど、お願いしますね、私の本名バラさないでくださいよ、勘弁してくださいよ。本名ってすごい難しい問題でして、私のお父さんなんかは未だに昔の本名で呼んできますからね。外で一緒にいる時に呼ばれると本当にめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど。見た目女でしょ、で私のことを知らない人から見たらまあ普通に女じゃないですか、そこら辺にいる、うっみたいな感じで呼ばれる。よく家の中だけにしてって。よし、アイライン描き終わった。すいませんね、かなり話が脱線しましたけど。で今アイラインの上に今度は薄くアイシャドウをまた重ねて、ほらほらほら、ちょっと大きくなったでしょ。これなんですよ、家族の中で多分私誰とも似てない一番薄い薄顔。昔までは違かったんですよ。お母さん外国人なんで、まあ、どっちかっていうとお母さんよりだから、よくハーフみたいな感じで初対面の人に気づいてもらえるんですけども、年齢を重ねるにつれて
もともと薄顔だった妹の方がお母さんに似て濃くなったみたいな。妹だから顔濃いんですよ。お父さんも顔薄いんですけども、多分お父さんと私は似てない。ライン聞きますよ。今度は目尻ラインですね、うん、ほんのちょっとでいい。あ、やっぱそうだな。普通に口取ってるだけなのにここがクイッて上がってるから、なんかもうすごい嬉しい。もうちょっと待ってね、完成まであと少しですから。究極青木完全体が完成しますか。ちょっと待って、お、目が輝き出した。いいね。ほら、カラコンつけてないからちょっと目があれですけども、でも目が大きく見えるわ。先生に言われて嬉しかったのが、お客さん綺麗な左右対称の方ですねって言われたの。あんまりいないですよって言われて。人間ってやっぱりその噛み癖によって、その顎が曲がったりとか、ちょっとこっちが肥大してきたりとか、そういうのがあるらしいんですけど、お客さん珍しいですねって言われてすごい嬉しかったの。むしろ昔なんかすごい左右非対称だったんですよ。お金なくてもちょっと高い骨格矯正のところ行ったりとか、たった5分なのに1万2000円とかそこに行ったりとかして、ほんと必死になって骨格矯正してたんですよね。それやった甲斐があったのかな。ほら、どうですか、カメラまっすぐ向けます。今ちょっとでもね、ここがちょっとでかいですよね。気になりだしたら果てしないんで、もういいんですけど。だんだん完成になってきました。でも眉毛描くとイメージ変わるっていうか、離れ眉になってますよって言われるんですけど、離れ眉にわざとしてるんですよ。眉毛をなんかマニュアルみたいな感じでちゃんとここまで描くと、なんかね、お釜感が増すんですよ。それが嫌で、離れ眉だったらなんか女っぽくなるんですよね。なんで私の骨格なんないですけど。いらん。ではですね、アイメイクはもう終わったんで仕上げに入ります。チーク塗ります。気持ちいい。ポン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 、トン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 、こんな感じかな。いいじゃない。笑ったところをこうやってチークで重ねていく。マスクでもギリギリ見える範囲にある。最近は血色良くするために。最後口紅、これね、唇にヒアルロン酸入れたじゃないですか。リップをするとさらに際立つんですよね。あ、ヒアルロン酸したみたいな。今あってくださいよ。でもこれすごくない？際立つでしょ。ほら、これがスマイルボトックスの力です。こんな感じでございます。完成図です。あ、そうか、カラコンしてなかったわ。カラコンしたら真の完成です。案件じゃないですかね。ピュアリティのサークルブラウン、使い捨てですね、これです。わわわわわ、怖い怖い。嫌なんですよね、私この入れる時が。いきますよ。あんまりでかくないやつなんで。うん、入った。ほら、ちょっとだけ大きくなるぐらい。いきますよ。これで入れたら完全体です。あー、変わった変わった。どうでしょうか。いい感じじゃないですか。ちょっと髪が、もういいや、とりあえずこっち分けて。はい、ということで今回ですね、この青木が、この青木って何の青木って感じですけども、スマイルボトックスをしましたっていうお話でした。あんまりびっくりするほど変わんないですけども、でもさっき写真見た通りこんな感じに変化してますので、まあ、やってよかったと思います。ぜひ感想などあったら教えてください。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。